実技とは技術や演技などを実際に行うことである。大学受験や資格試験などの試験で課される実技については特に実技試験と称することがある。教育においては実験や実習ともに学習者自身の行動によって習熟させることが基本とされる。実技の評価は一般的に第三者がいる場で行って見せることを通じて、 行われることが多い。入学試験などでは、評価される人と面識がない人が評価を行うが、通例である。高等学校、大学、専修学校などのいずれも、学校の美術系の過程においては、任意の試験会場で3時間から12時間ほどかけて、作品を完成させて提出する。ファインアート系の過程では、デッサン、着彩などが課されることが多い。 デザイン系の過程では平面構成、立体構成、デッサンなどが課されることが多い。写真系の過程ではテーマに沿った写真を撮影させ、その完成度を測る。音楽高校、音楽大学の試験は学科試験の他に、楽天、ソルフェージュ、超音の他に各専攻の実技試験がある。例えば一般的な音大のピアノ専攻では、 バッハの平均率クラビーア曲集、ツェルニー50番やショパンのエチュード等の練習曲、ベートーベン、ハイドン、モーツァルトいずれかのソナタ等、管弦だ楽器専攻の場合は音階の演奏もある。他に自由曲や課題曲等、声楽はコンコーネから数曲と自由曲、課題曲の場合が多い。作曲は曲の制作、式は式の実技など、音楽学、 音楽療法専攻では、英文和訳の試験がある他に、ピアノでソナちネを弾くなど、副科としてピアノの実技がある大学が多い、基礎運動能力を評価する試験である、専門種目による実技評価なども行ったりする。一部の専修学校、大学の試験は、学科試験の他に、技師装具士の場合、技師、装具の制作を行わせたり、鹿木講師の場合、 実際に石膏を使って入れ歯の制作を行ったりする。宇都宮大学教育学部理科教育講座では推薦入試の一環として理科の実験を試験課題に加えている。一般に実技は口述や筆記と異なり常に一定の動作が正確にできることが求められる。実技は習得に一定の時間と訓練がかかるためそれが極端に優先され、 実技外の教育を軽視する傾向がある。いわば、実技、オタクに陥って、実技の意味を考慮しないまま繰り返す結果になり、教育の本来から外れる結果になることも多い。実技系の高等教育機関では、卒業生の社会への受け入れが不十分で、社会通念との乖離が問題になることも多い。もちろん改善の動きもあるが、未だ途上である。 技術系や操縦系の資格試験では、筆記化研合格後に実技試験が課されるものがある。ありがとうございます。